Hello everyone, hope you have an amazing day. And today we are here to continue our journey in Zenless Zone Zero. And from the last episode, we were outside the store Random Play, which our protagonists operate, and we haven't had their involvement in the story so far. So I thought it would be a good stopping point. So yeah, with that out of the way, let's hop straight in and see how the interactions between Jane Doe and the protagonist go, and whether or not Seth becomes smart and figure out Jane Doe's intentions, or Ju Yuan and Ching Yi can locate their location, right? It's also one of the possibility, but hey, because they know that Jane Doe is an undercover agent, so yeah, let's just see what happens. Okay. Oh, so they were still getting their license. Yeah, that's the typical bureaucratic process. お兄ちゃん治安局びいきだ。俺はちょっとだけブラブラしたけど、そもそものきっかけは治安局に呼びつけられたからでしょ。So Belle was at fault in this one. Why am I not surprised? わかったから詰めらないでくれ。いや。リンもお腹が減っているだろう。戻って店内を一通りチェックしたら、ご飯を食べに行こう。誰かさんの町遊びで店を開けられなかった分、何を食べるかは僕が決めるべきだな。そんなのあり？お兄ちゃんどうせまたラーメンじゃん。そうだ、駆け足よ。ビデオ屋の前でお客さんを待たせてなかったらセーフってことで。そしたら私が決めるの。あら、ごめんね、お嬢ちゃん。今日はラーメンを食べてもらうことになりそうだわ。どちら様？二人はこのビデオ屋の店長さんよね。あたい映画を借りたいの。Unlucky Bell。なるほど。山にまつわるホラー映画ですか。そのキーワードだけだと。ごめんね。タイトルを聞いたとき、いやー、すっかり上の空だったの。やっぱり難しいかしら。探しがいはありますね。ただそれだけでなく、今日はもう看板を下ろしていまして、レジを開けたり、の手続きなんかするの。 I mean, even I don't remember the name. そうなの。店長さんを困らせちゃうのはちょっとね。映像専門にしてる他のお店にかけてみようかしら。よかったわね、お嬢ちゃん。あたいはまだお客さんとまでは行かないから、今夜はラーメン以外の選択肢もあるわよ。いえ、待ってください。わざわざうちに来てくれたんですから、やはりその誠意に報いる努力はすべきですね。あら、本当？あたいのためにわざわざレジを開けてくれるかしら。 Yeah, he just wants Bell to eat noodles. 何かに書きつけておけばいいですから、大丈夫ですよ。お兄ちゃん、今頭の中でそろばん弾いたでしょう。<Yeah. S 1> さて、何のことやら。Sure you do. プレイが映像を扱う店として、ここに並ぶ専門店なんて存在しないと証明したんだ。Plus, if you take out this dialogue box, this frame is perfect. It's just, it's like Jane Doe has come with, come to store and asked Vice out for a date, and Mel is like, how can you do this to me? Yeah, it sounds like an anime plot, right? というわけでお客さん、
この映画を見たがっているご友人について教えてくれませんか。度胸はある方かとか。度胸ね。オッケー。あるふりをしてるけど口先だけね。実際に何かしようってほど肝は据わってないし、なんだかんだと言い訳するのが得意なの。オッケー。ホラー好きとしては入門レベルだね。お兄ちゃんと同じくらい？あ、最近入荷したホラーの中からお兄ちゃんが見るやつで絞ってみたら？あのね、リン、僕を変な基準にしないでくれ。これでもビデオ屋の経営者だ。Sure、you do. いざとなればプロ根性で全部見るとも。へえ。じゃあ今日晩ご飯食べたらホラー映画鑑賞マラソンね。Yeah, she's a thriller movie freak. あえて言うなら、you don't want to mess with her. 静寂の谷とザ・ビッグホロー、それにポッターヒルの3本なら見れなくも。うんうん。静寂の谷は聞いたことあるわ。あたいの友達が探してるのとはちょっと違うかもだけど。あは。そうなの？まあ山じゃなくて谷だしね。いや、it's in hollow. It's not mountain. って感じのシーンはちょっとしかないし、そこ自体はホラーでもなんでもないから、残るはポッターヒルだね。寒風吹き荒れる山で凶暴極悪なチェーンソー怪人がバッタバッタに魔の手を伸ばす。刺激強めのアクションシーン、飛び散る血しぶき。大体どのシーンにも取れちゃった手足とお腹の中身が。Something which is ideal for Belle。今夜は野菜ラーメンにしよう。その感じだとポッターヒルで間違いなさそうね。店長さんたちどうもありがとう。すっごく助かっちゃった。あんたたちのことは忘れないわ。あ、待ってください、お客さん。お釣りはいらないから。Uh-huh. 妹さんに甘いものでも買ってあげてちょうだい。And that's how Jean won over both Belle and Weiss and become part of this family. And that's the end of that anime. Oh wow. 名前を書いてないと言いたかったんだけれど。And even Belle is caught up in her charm. Seriously, but I didn't think that there would come a day that I would see Riz in a game. You, I mean. Okay, meanwhile, at the base. I mean, who knows? ジェーン、アネゴ、やっと踊りで寂しかったんですよ。あんただったのね。がっかりだわ。お望みの品はこれで。いやー、The Movie。おー、やったー！ポッターヒルの HD リマスター版！しかも20秒の特典が好きじゃないですか。早速じっくりと。ごゆっくり。飛び散る血しぶき。ちぎれ飛ぶ手足。あんたも大満足の刺激強めなシーンが。 Yeah, this is Belle's description. どうしたの？急に怖くなっちゃった？まさか。ああ、そういえばまだ交番だったなぁと。やはり真面目にやらないとですからね。Uh-huh. もうしばらく見張りをして、引き上げてからでも遅く。なんでまた人質を牢屋から出してんだ。ノア、ジェーンの兄は戻られてたんですね。ご苦労様です。こっちは人質を便利に連れていくところです。また便所か。何回行けば気が済むんだ。お前たちのせいだろ。あれから本当に3倍の水を飲ませたってこうなるに決まってるだろ。牢屋で直接したら解決だろうが。はあ？お前には羞恥心ってもんがないのか。みんなが見てる中でしろってのか。まあもう何度か解決してるんだ。いや、ただこれ以上は牢屋がな。おい、言うなそんなこと。連れてってあげなさい。治安官の坊やにも尊厳ってものがあるんだから。そうそう、エーテリアスがいるかもしれないし、
見張りを何人かつけてあげようかしら。いやいやいや、便所はすぐそこだし、アレムのお気遣いは不要です。それに、Okay. Maybe she wants to pass on some message to Seth. すぐに戻ります。なかなか戻ってこないわね。ねえ、あんたたち、人質には何を食べさせてるの？え？それはアッシラと一緒でさ、乾パン少しと水少し。Okay. ああ、そうそう。ジェーンの姉子の言いつけ通り。あの治安官のガキにはたらふく水を飲ませてます。食い物も一番まずい。Is he allergic to the fish? 薬は禁止管剤のことですかい。あれも言われた通り量を減らしてますよ。一回だけ、それっきりでさ。そうなら、どうしてこんなに遅いのかしら。お、まさか髪がないとか。 I don't think so. 大変だ、見当たらない、どこにも。 What is? やっぱりな。あらや、I don't think that's the case. お袋の教えならさ。あは、髪、そうさ、便所に髪がねえんだろ。何言ってんだ、人だよ、人が消えちまったんだ。人質に見張り、あの治安官も誰もいない。便所の近くにいた見張りは気絶させられてた。見張りの誰かが俺たちを裏切って人質と一緒に逃げたんだ。何ですって。ああ。見回りのやつがもうボスに報告しに行ってる。ボスは裏切りを絶対に許さねえ。きっとすっ飛んでくるぜ。とっととあいつらを捕まえねえと全員が痛い目を見ることになる。あの坊やが誰かを説得して寝返らせたのかしら。追跡はあたいがやるわ。あんたたちはトロインだから、ここに残ってボスをお迎えしなさい。 He is messing with her mission once again. とんだサプライズだわ。But seeing how isekai protagonist mentality this guy has, I don't think he would be successful. この先、yeah. 逃げ足の早いこと。セスの兄貴、あれで禁止管剤を打たれてるって。マジか。He still doesn't understand. 俺たちよりも早く走ってられるんだ。筋肉なんてものはな、理屈を叩き込んだら、uh-huh. あとは一発ミチを打ってやるだけで必ず動くんだ。一体どこの世界の筋肉だ。ダメだ、もう走れない。ほら頑張れ、もうすぐ出口だって言ったのはお前だろ。いや、もう着いた、ここが出口だ。Yeah, and what are the chances that that boss is standing right at the exit? 君の二人、君たちが先に出るんだ。いいんですか？治安官さんこそ。Yeah, but then who is gonna rescue you then? 先に出るべきでは。俺のことは気にするな。時間がない。君たちが先に逃げろ。さあ早く。ありがとうございます、セス治安官。あなたがいなかったら、私たちはきっと今頃。治安官ならみんなこうしたさ。ほら。よし、お前の番だ。どうした？セスの兄貴。マジで出てもいいのかな。Yes, you can. But not if you follow this guy. 俺みたいなやつに。まだチャンスがあるんだ。 Yeah, yes you can. But not if you follow this guy. けど、お前がここに残るなら、永遠にその答えを知ることはない。ありがとう、セスの兄貴。俺は。待ちなさい。くそ、追ってか。来るな。俺は足を洗う道を選んだんだ。ジェーンの姉子もそうしたほうがいい。
黙って聞いて。あんたたちにはまだ他の道が。他の道だと。いや、いや、囲まれたか。俺の後ろにいろ。ストリートの掟、組の掟。Didn't I say?Mm-hmm. That's why you don't follow an isekai protagonist. もちろん、投降して服従すること。裏切り者は死ぬより過酷な罰を受ける。それが起きてだ。だが、ジェーンに免じてチャンスをやる。貴様、その治安官をやる。そうすれば、軽い罰だけで容赦してやる。3秒で決めろ。3、2、1。お断りだ。Okay. おっとと死にてえのか、裏切り者め。おとなしくしやがれ。こいつは他の道を拒絶した。どうするか分かってる。離せ。そいつに手を出すな。This is what happened. This is because of you. 俺は。もう一度チャンスが欲しいんだ。I mean, obviously, Jane would figure out a way. やめろ、ジェーン。But. やめてくれ。君はまだ引き返せる。He is hell bent on blowing her cover now, isn't he? 残すことはある。俺は人生をやり直す。そうね。できる。やめろ。焦らずとも、次は貴様だ。ジェーン、貴様もか。起きてを軽んじると。違うわ、ボス。時期に来るのよね。このあたいに昇進の時が。何が言いたい。あたいたちは今絶好調。治安局だって止められやしない。ここで潰しちゃうのはもったいないもの。ならどうする。OK。 彼が来た。つまり今がその時よ。あたいの力を証明して地位をつかむために。決闘させて、ネグラでね。ジェーン、調子に乗りすぎんなよ。決めるか、ボスだ。みんな、知らないでしょ。巷で噂になってるの。OK。 山獅子、治安局の前じゃただの子猫じゃないってね。兄弟に、しのぎ、縄張りまで日に日にやられて。それであたいたちは逃げて隠れてネズミみたいに息を殺してる。獅子の誇りはどうしちゃったの。この治安官は組を鼓舞するチャンスだわ。オッケー。決闘でよその組に知らしめるの、獅子の恐ろしさってやつを。子猫は嫌でしょ。ボス、ジェーンのあれこれ言えちゃう。そうだ、ボス。もう我慢することはねえや。我ら山地、ジェーンのあれこれやっちまえ。治安局を潰せ、山地最強。
の準備ができ次第人をやる。いや、それまで目を離すな。はい、ボス。英断ね、ボス。See, yeah. She not only managed to save Seth, she also managed to convince Razor to let her into their base, which was impossible at this point. See, difference between a 5-star and 4-star, I guess. It seems like there is the boss fight. Oh, so we are fighting him? Razor, yeah, I guess.Okay. Razor-sama, これはこれはサプライズ。試練を通過した。Why do I think that I will have to fight him after facing those two other guys? ジェン、奴らは、黙ってろ、治安局のふぬき野郎。ちょっと加減してやってよ。こいつの後で、あたいの勲章になるんだから。兄弟たちにはあたいの名で歓声をあげてほしいの。治安官を打ち負かす喜びを分かち合うためにね。それが死にかけじゃ、興ざめもいいとこだわ。ジェーンブー、山獅子の新たな治療。貴様は昇進への道を踏破し、兄弟たちに認められた。Okay. 新兵隊として俺様の右腕になる資格がある。光栄よ、ボス。だが決闘で正式にその地位を勝ち取る前に、もう一つ最後の準備。 Yeah, and that is to duel him, right? なんなりと。でもその前に。Yeah.またお得意の不意打ちね。あんたの地位をあたいに脅かされるのがそんなに怖いのかしら。それにしたってボスの前で小細工しようなんてちょっと焦りすぎじゃないかしら。俺はただお前の片腕を使いしようと。正直に言えば許してもらえると。幼稚園を卒業してもう20年は経つでしょ。親衛隊のお友達さん、自分でボスに申し開きしてごらん。Yeah, because it was planned, right? Yeah. なぜなら。Yeah. 俺様が片腕を奪いと命じた。レイザー様、どうして。ジェーン、決闘ではこの坊主に負けるんだ。その後で俺様が直々にこいつをやる。貴様が十分な働きをすれば、決闘の後すぐ新エリートの病院に送るよう計らってやる。それが昇進にあたって貴様に課す掟だ。 I mean, what did you expect? 本当に悲しい演技をして、その上でわざと負けろですって。Yeah, it's to test that whether or not you can follow his rules. He is also threatened by because of that support. She was too good in her role, I guess. この俺様レイザーこそが唯一の権力にして唯一の解釈で。 Yeah, so this is how we are gonna fight him. Okay. 唯一のリーダーなのだ。俺様こそが山獅子組である。俺様だけが山獅子組を体現できる存在だ。必要なのはこの威厳を守る盾であって、野心の匂いをプンプンさせたネズミなんかじゃねえ。 Yeah, see, she was too good in her role. 俺様の二度も口を出し、俺様の組織で自分の力を誇示しようとしたら、すぐに処分。それでこんな
猿芝居に打って出たわけ。メンツと地位を脅かされて、あたいはてっきりあんたに秘密を知られちゃったのかと思ったけど。秘密？はは、何のことだ。いや、その小さな肝玉に見合ったちっぽけな野心だわ。Yeah, she thought her cover was blown, but it's not. Yeah, because they don't possess the mind to do that. They are also like Seth. I mean, she was on your side from the beginning. かっかして汗をかいて、おトイレにも行ってたじゃん。でしょ？トイレは余計だろうが。ガスも出して、代謝が良くなったから薬が切れたのよ。いや。通りで水をたくさん。ジェーン、裏切るのか？聞こえてたでしょ？あんたの茶番にはうんざり。あたいはもう出てくわ。ちょうど鍵もあるし。貴様、殴られた時。いや。そうかそうか。まあいい。Yeah, you are just a mob. Ah, sure, buddy. Oh, so he has an AoE shock attack. Okay.Oh, I remember Seth had something like.Yeah, I was not paying attention to the health. Oh, well, my bad. I mean, challenge mode is on, so why is she revived? I don't understand, but hey, it's alright. Yeah.It's interesting that all the new characters introduced in this patch, all the three characters, have some mechanics related to bar. Yeah, because yeah, Seth also has this bar thingy. Yeah, which I don't understand. I will have to play that.Trial and see what the bard actually does for Seth. Yeah.
ボスの仇だ。 Yeah, we defeated your boss. What do you think? なんてしつこさだ。あんな悪党の仇討ちにここまでやるか。レイザーの影響力を甘く見てたわね。ふふ。ボーイシロ、この先裂け目の出口は一つだ。奴らを行かせるな。あは。ゴールは目の前なのに。ふん。ジェーン、まさかお前がボスを陥れようとしていたとはな。俺様は最初からなんかおかしいと思ってたんだ。はいはい、後出しなら何とでも言えるわよね。すっかり威勢がいいじゃない。レイザーがいなくなった今、あんたがボスってわけ。いや、You forgot who defeated Razor。 死に損ないが舐めた口利くじゃねえか。ボスに手を出したこと後悔させてやるぜ。口を開けばボスがボスがって。あんなのに金魚の糞みたいにくっついて、どこがそんなに気に入ってたわけ。毎日大声で怒鳴られるのが快感だった。ゼミー、uh-huh. 口を縫い付けてやる。だって事実でしょ。レイザーがあんたにいい顔するとこなんて見たことないもん。それでもいいって言うんだから、あの男にパパの面影でも見てた。おい、ジェーン。Nah. 良くないか。Let her cook. 聞こえたかしら。治安官さんも。いや。あんたはもうダメだってさ。権力を傘にいじめられてた日々がとっても恋しいみたいだから。あんたのことはパザコンって。待て。おお。I think your subordinates want to talk something. こらって言われても別に足はレイザーを追いようと思ってたわけじゃ。だーん、分かってる。お例えに決まってるだろ。これ以上あのドブネズミの好きにさせてたまるか。こっちは包囲してんだ。やっちまえ。Well, finally, Zuyuan has caught up. Yeah. Yeah, I can recognize that gunshot from anywhere. Yeah, it took them long enough, but it's all right. CE 先輩、みんな。それに、あいつも無事だったのか。一体どうやって。He still hasn't figured out. 包囲されています。速やかに抵抗をやめなさい。I love how surprised Razor, I mean Seth was in that picture when the PubSec just went past Jindo. outside the Lumina Square. Yeah. You know, I will give them that Seth is not annoying. His personality is, but he's not up to the point when I find it not enjoyable, you know. He's like Argenti in a sense that he's an archetype that I don't like. But they have done it in moderation, so it's palatable. Yeah. Yeah. I mean, there was zero to no involvement of Chingy and Zuyan in this quest. So I guess that's why she is getting her own story quest. Uh-huh.
俺の名誉に誓ってこいつには更生の余地がありますどうか信じてください班長新井先輩もう勘弁してくださいって叱るの終焉がいやセス君紹介するわいや彼女は私たちと協力関係にあるアンジェル工業学の専門家ジェーン・ルーよいや今回の作戦には内密で参加してもらっていたのごめんね今回はいろいろと複雑でまた後できちんと説明するわ Yeah, that's what I like about them They do everything in moderation っていうかなんでそんなにはっきり覚えてるんですか、あの時のセス君の顔は面白かったわねいやあまり落ち込まなくていいわこの作戦が無事成功したのあなたとジェーンが頑張ったおかげなんだ Yeah, somehow, despite him messing upそのジェーンはイズコに極秘のものとは I mean, she likes to be in the shadows, right? 何故少々に顔を出さぬのであろうか Yeah 何やら彼女を必要とする別の案件ができてしまったみたいで She's like Yelan and Yelin They won't be present ですが Where, I mean, they work in shadow, what I meant to say Yeah They won't be present when rewards are given out. Okay. もうちょっと左かな。And yeah, I also find this thing interesting that protagonists were also not involved in this story. You know. それも3回目だぞ。僕はただこの許可書をまっすぐ壁にかけたいだけなんだ。Okay. よくわからないならフェアリーに見てもらった方がいい。もうどうしてそんなこと言うの曲がってないかなって大真面目に見てあげてるんだけど分かったよならこれでどうかな Yeah, we know that もうちょっと左やっぱり右 Jane is 悩む coming to our shop Yeah, there she is でもすっごくいい笑顔してるわよ、yeah. 妹ちゃんあれ前にポッターヒルを借りに来たネズミのお姉さんいや、yeah. 覚えてくれてて嬉しいわ yeah, she... お仕事の邪魔しちゃったかしらいや、yeah. ちっとも実はちょっとお兄ちゃんをからかってただけだなだって二人で街をぶらつくたびに晩ご飯をラーメンにしてこようとするんだもんね yeah, VIP member, right? Tier 3 sub なるほどね降りてきて大丈夫 to our random play store ちっともずれてないわ、uh-huh. 手がそろそろ限界だったんです助けてくれてありがとうございますお客さんビデオの返却ですかそうよ、yeah. ここで借りたポッターヒル確かに返すわねわかりましたうん、yeah. 特に傷なんかもないようですねではデポジットを払い戻すのでもう少し待っていてくださいそれでどうだったお友達は満足してくれたんお友達って、uh-huh. あれ借りてくときお友達のためってほら度胸があるようにしてるけどハッタリっていううちのお兄ちゃんにそっくりな人リン、yeah. 聞こえているから、ね、ベル・ザ・マッチメーカーあーそんなこと言ったような気がするわねでもごめんなさいあたい本当に記憶力がダメなの、uh-huh. せっかく一緒に選んでくれたのに感想を聞くのも忘れちゃうなんてそうねお詫びにここで一番高いランクの会員になるわプリペイドカードも上限いっぱいのやつを申し込もうかしらいや、yeah. 友達にこの店を宣伝して Sure, we want that! Thanks! どうお姉さんは全然ダメなんかじゃないよ私の記憶力の方が問題かも、yeah. 喜んで会員になるお手伝いをさせてご支援ありがとうございますプリペイドカードの用意ができましたジェーンドお名前伺ってもいいですかそうねジェーンって呼んでWhat's your name? I expected her to go Do Jane Do Yeah, something like that
So I guess this is it for today's episode and this patch's story quest, I guess. Yeah, this was a pretty interesting quest. And as I said earlier, I enjoyed this quest. I don't like character archetypes which are like Seth. Like, not isekai protagonist. I was saying it isekai protagonist, but more like a shonen protagonist, right? Yeah. I mean, they are the same. It's just one of them is in their world and another is just transported. They are the same. Who am I kidding? But yeah, you get my point. So yeah, it's a good thing that they have done all the cliches in moderation. So I am not annoyed by him. And Jane Doe, what a character. I was not gonna pull for her, you know. I was gonna save for Caesar King. And the other one, I keep forgetting her name. Yeah, I was gonna save for them, who are coming next patch. But I liked her playstyle, her character, her design, everything. That now I'm gonna pull for her when she comes. And well, let's just hope I win the 50-50. If not, I am at least guaranteed a Caesar King or that other girl. So yeah, I hope you guys enjoyed this video and tell me in the comments your thought about this new bar mechanic which all three characters seems to have for the new patch, right? All of them. And yeah, also you guys can also tell me who your favorite PubSec member is. Is it Jane, Chingy, Seth or Zuyuan? For me, it's still Zuyuan. I mean, you can't beat her. I know it's between Jane or Zuyuan, but still I prefer Zuyuan's playstyle more and her personality more. What can I say? So yeah, see you guys later. Bye.